が自民党女性局のフランス研修についてこのようにツイートしていました。何もエッフェル塔の前での記念写真を投稿しないでもいいのにね。フランスの少子化対策は税制をはじめあらゆる政策を動員した結果です。財源も不明なまま、異次元という少子化対策にどんな反映をさせるのか注視します。このツイートに対してコメ欄ではこのような写真が連投されてしまっております。このように辻元議員に関しては完全とバッチリを受けてしまっております。ご自身も発言をする前に過去の自分のことを思い返してから発言された方がよろしいのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。